はい。おはようございます。株若です。えー、今日はですね、3月4日、えー、3月3日夜のですね、アメリカはですね、えー、なんとなんと、ガタガタに落ちましたね。うん。まあ、ヒートマップを見ると、まちまちなんですけど、ハイテク関連中心にですね、随分と売り込まれた印象があります。で、えー、パウエルさんがね、3月の利上げ0.25、25っていうことを言ったんですけど、 まあ、0.5でやるリスクもあった中で0.25だから個人的には交換されて叱るべきだと思ったんですが、やっぱ相場は本当に難しいっすね。うん。ってことはもっともっとこれからね、きつくなるだろうと。きつい利上げをね、経、えー、経済無視でね、やってくるんだろうと。まあ、もちろんね、先延ばしっていうことになるのでね。まあ、そういう風にとった、 投資家が多かったっていうことになるんでしょうかね。うん。まあ、それでね、ガタ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 ナスダック中心に、えー、半導体もラッセルもね、えー、ガタ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 崩れていくっていうことで、まあ、私もロング、今、ポジションロングしかないんでね。まあ、これ今日朝ね、痛い思いするんじゃないかなと思っているわけですね。うん。 で、まあ、雇用統計を控えてね、まあ雇用統計、今あんま大きな影響を出さないんじゃないかなと思うんですよね。ウクライナの問題、それから利上げの問題。うん、まあそれにつきますよね。うんまああとコモディティか。まあと思うんですけどね。指数の確認をしていきたいと思います。 はい。えー、ダウ、マイナス0.29。ナスダック、マイナス1.56。S&P、マイナス0.53。という、えー、状況でございました。まあ、寄り付きはね、高かったからね、ちょっと安心したんですけど、それはかの間でしたね。まあ、一瞬で崩れてきましたね。えー、って思っちゃいました。ぶっちゃけ。うん。で、えー、ラッセル、えー、マイナス1.29。半導体質、マイナス2.24。 結構やったよね。で、まあビックスはね、ちょっと軽くなったけど、とはいえ30を超えてるすっていう状況ですね。で、10年再利回り1.84っていう感じですね。うん。でね、まあ正直、今日ね、あのー、多少、僕は日本株は上昇だと思って持ち越していたんですけど、 ちょっと昨日のそのアメリカの出来事、それからもう一個、あ、しまったって思うことがありまして、高橋ダンさんが全力で買うっていうね、そういう動画あげたんですよね。日本株について。あ、終わったって。まあそう、こっちの方がね、まあ、テクニカル分析的にね、MacD ならぬ MADD ありますからね。これはやられたと。 ぶっちゃけ思いましたね。うん。これは、やっちゃったと。<laughs> まあ、まあ今日ね、ちょっと基本的には手締まって、ノーポジの状況を作るか。まあ、あとはね、まあ戦争相場、インフレを追い風にできる。うん。要するに、ウクライナがガタ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 言うってことは、まあインフレをさらに加速させるっていうことでもありますから、なのでインフレ加速。 えー、これからするよねっていう銘柄に、えー、ロングで入っていくっていうのがいいのかなとは思いますね。うん。で、インフレ抑制に走る、えー、戦い方。まあ、これはね、まあ、まあ、年明けからずっとやってきたことではあるんですけど、まあ、これはね、今はちょっと、えー、主体としてね、えー、主軸として取るべき戦略ではないかなとは思ってますね。 これから来るだろうと思うようなインフレ関連。うん、価格が上がっていくよねっていうものにですね、貼っていった方が良かったので、まあ、グロースではなかったって今の段階ではね、今の今は思ってますね。うん。ちょっとね、売られすぎだろうっていう工業績を買うっていう戦略で行ったんですが、またちょっと戦略変更ですね。これ違ったかも、みたいな感じはしてます。 いやーむずいね、本当に。まあ、日系の先物もね、また落ちて、何番底だ三番底をつけようとしてんのうん、そういう状況ですね。マザーズの先物もがっつりとまた下げ始めてきてまして。これはまずいね。これはまずい。うん。とにかく一旦、うん、避難して、相場から離れて、ええー、 行く必要があるかなと思いますね。ちょっとやられたって感じですね。うん。まあ他のニュースを見ていきましょう。えー、っとね。えー、そうですね。えー、アメリカ国務省、核協議で著しい進展合意は近いって言って、ほんとかよって感じですね。あと、まあ、これ本人たち分かってんのか分か、知らないけど、日本、日本のね、共産党、 C さん、えー、安倍元首相、プーチン政権と同じとか言ってるけどさ、な、なんなのこいつはね。うん、核の議論ぐらいしていいんじゃないと思いますけどね。うん、なんか、岸田もさ、まあ、岸田が無能なのはもう元々分かったんですけど、まあ、議論もしないっていうのが、まあ、日本の姿勢みたいですけど、平和ボケにも程があるよな、と思いますね。うん、結論動向よりも、 ま、思考のプロセスがちょっと、いっちゃってるレベルですからね。うーん。で、停戦交渉、やっぱり厳しそうですね。本当にね。うーん。で、ドイツ、退避のウクライナ国民の全員の受け入れを表明しましたよ、と。で、岸田のさ、エネルギー対策、エネルギー高騰対策がさ、ほんとさ、あの、小学生レベルですよね。うーん。 もう、なんか、精神論なんだもん,、うん。石油やガスの使用を少しでも減らす努力をっていう呼びかけが、岸田のケ、あの、エネルギー対策だって。まあ、ちょっとあんまりね、岸田政権について言うと、このチャンネルも赤版されたことがあるし、動画も削除されたことがあるので、言、言えないんですけど、ちょっとそれはないんじゃないかなと思いますね。まず、原発を、再稼働ならぬ、再、ふ、フル稼働フル稼働しないと。 そっからでしょうん。ちょっと、ちょっと何、何言っちゃってんのって感じですよね。前、なんか牛乳がさ、余っちゃってる時にも、牛乳を皆さん一杯多く飲むとかって、なんかそんなこと言ってましたよね。なんか、それで、はい、対策はしたって、まあ、この人思ってるんだろうけど、まあ、それ小学生でも、 やれるよね。だから、日本の問題ってのはやっぱり平和ボケですよね。うん。こういう無能な人たちが、まあ、共産党の C さんしかりなんだけど、まあ、総裁の、あの、岸田さんしかりなんだけど、ほんとね、こういう人が政治家でやっぱ許されてしまうっていうのは、一つね、すごく、まあ問題ですね。うん。そうですね。っていう感じを、 感じのニュースが踊ったんでねちょっとね、日本は、うん、ちょっと、一歩遅れた、ま、平和っぷり。まあ、あ平和という軸で見ればね、世界一平和な国って言えるのかもしれないですけどね。こんな、こんな意見が許されてしまうっていうね、ところですのでね。 え、それから、えっ、ー、と、フランスの大統領ですね。マクロン大統領が、プーチンとの電話会見をしてですね。今後最悪の状況が訪れるとのこと。うんはあ、まあ、そういう中でね。電気、ガスをね。あの、ちょっと使うのを控えてっていう。稚拙なね、対策。うん、いやー、非常にね。 あのー、困りますね。うん。まあ、そんなとこですね。ちょっと、かなり相場は、まあ、より戻しがあるかなと、個人的には思ったんですけど、また戦略変更でですね、ちょっとノーポジションイコールベストポジションな気が、まあ、初めてしますね。まあ私、基本的にフルポジオなんですけど、ちょっと一旦休んだ方がいいよな。 気がしますね。うん。かといって、じゃあ、ショート行きますかって言ったら、それでもないと思いますね。まあ、ロングのポジションを立てるんだったら、やっぱ、あの、インフレに乗れるようなね、銘柄。うん。鉄とかもいいんじゃないかなっていう気はしながらですけど、まあ、でもちょっとね、うーん。うーんってなっちゃう相場ですね。 ま、そんな感じで、ま、相場、前場の後、後場の後、え、ライブ配信をしてますんで、よかったら遊びに来てください。え、チャンネル登録、通知ボタン、いいねボタンもいつもありがとうございます。あと、ま、詳しく一生懸命自分の思考をまとめたのはいつもノートに書いてますんで、え、あ、そうそう、決算のね、決算もね、なかなかいい決算出た企業もありましたんで、それもノートに書いてますんで、よろしくお願いします。それでは、今日も頑張りましょう。ではではでは。